ペナルティーキック、サッカーにおけるペナルティーキックはフリーキックの一種。ペナルティエリア内で犯された特定の反則行為に対し、反則を行った選手の属するチーム側に与えられる罰則である。キッカーとゴールキーパーが1対1の状態でゴールまで12ヤード、約1 0 9 7メートルの地点にボールを置いて行われる。サッカーのルールとなるロース・オブ・ザ・ゲー。 日本サッカー協会では、サッカー競技規則では、第14条ペナルティーキック、ザペナルティーキックにおいて規定がなされている。一方のチームの選手が、直接、フリーキックに相当する10項目の反則の一つを、自分のペナルティーエリアの中で、ボールがインプレー中に犯したとき、相手チームに対して、ペナルティーキックが預かられる。 主審はホイッスルを吹くと同時にペナルティマークを指さすことで合図を出す。ペナルティキックは直接フリーキックであり直接得点することができる。ルールブックの試合の勝者を決定する方法においては試合が引き分けに終わった後勝者となるチームを決めることが競技会規則によって要求されている際に勝者を決定する方法の一つとて ペナルティーマークからのキックを定めている。これは、いわゆる PK 戦に相当する。ゴールラインまで12ヤード、110.97メートルの距離にあるペナルティーマークに設置する。ペナルティーキックを行う競技者、キッカーは特定されなければならない。ゴールキーパーは、キッカーがボールを蹴るまでの間は、ゴールライン上で2つのゴールポストの間に足を置き、キッカーと整体する。 プレイヤーが、所定の位置にいるることを確認するまで、ペナルティーキックを行う合図をして、ボールがインプレーになる前に、次の状況の一つが起きた場合、ペナルティーキックを行う競技者の競技規則の違反、ゴールキーパーの競技規則の違反、キックを行う競技者の味方競技者が、ペナルティエリアに入る、ペナルティーマークより、 前方に動く、あるいはペナルティーマークの9.15メートル、10ヤード、以内に入る。ゴールキーパーの味方競技者が、ペナルティーエリアに入る、ペナルティーマークより、前方に動く、あるいはペナルティーマークの9.15メートル、10ヤード、以内に入る。守備、攻撃両チームの競技者の競技規則の違反。守備、攻撃両チームの競技者の競技規則の違反。 プロ選手による PK の成功率はおよそ8割とされている。FIFA によれば、2006年ドイツ大会までのワールドカップ18、大会で190回の PK が与えられ、得点できたのは154回。成功率は81%だった。また、1993年から2013年までの20シーズンで J1 においては1228本の PK が、 与えられ、うち947本が成功した成功率は約77%。ブラウン大学の研究によれば、右に蹴った場合の成功率は81%、左に蹴った場合の成功率は83%と、ほぼ同じである。藤田都也や、ホセルイス・チラベルトのように PK だけで、ハットトリックを達成した選手がいる一方で、 マルティンパレルモのように試合で3回の失敗を記録した選手もいる。この罰則は反則を行ったチームにとって実質的に1点を失点するに等しい効果を持つ。また、ペナルティエリア内で反則を犯した選手には警告、退場が宣告されることも多い。サッカーは一般に得点の入りにくい競技であり、ある一つのプレーが ペナルティーキック相当の反則であると判断されるか、それとも反則でない攻撃側のシミュレーションも含むと判断されるが、しばしばその試合の結果そのものを左右することにもなる。実際、2006FIFA ワールドカップの予選、ウズベキスタン VSRN ワーレン代表の試合において、ペナルティーキックのルールに関する適用ミスという誤信があり、この試合は、 サッカーとしては異例な再試合が行われ、また、主審を務めていた吉田敏光は、国際審判の資格停止処分、無期限を受けている。このような大問題となった、ケースだけでなく、ペナルティーキックか否か、ペナルティーエリアの中での反則行為か否か、反則行為の有無、など、ペナルティーキックに際してのプレイヤーの乗り違反の、有無などのペナルティーキックに関わる判定に対し、 批判的な意見が出ることも、決して少なくない。一般には、パスや、ループシュートで用いられるキックだが、チェコスロバキア代表のアントニー・イン・パネンカが、UEFA 欧州選手権1976、決勝で成功させて以降、PK においても試みられるようになった。パネンカあるいは、クッキーアイオとも呼ばれる。ペナルティスポットのすぐそばに立ち、 助走なしでゴールに向かって蹴る。ブラジル代表のソクラテス、イタリア代表のジュゼッペシニオリが代表的な扱い手。日本代表のエンドを保つ人士の代名詞的なキックでゆっくりとした助走から蹴る直前までキーパーの動きを見極め頃のシュートを決めるというもの。助走の段階でのスピードの強弱などのフェイントは認められているが、助走が終わった後、つまり キックフェイントなどは認められていない。2008年頃ブラジルのリーグでキックフェイントが認められていたことから曖昧な解釈のまま一時認められていたが、2010年の W 杯前のルール改正時に厳格化され禁止となった。タップペナルティ、あるいは二人 PK とは二人のキッカーが連動して行う PK である。数めのキッカーが前方にボールを軽く蹴り、タップ、 もう一人が後方から走り込んでシュートする。ルール上、キッカーが前方にボールを蹴ってインプレーとなるまで、もう一人はペナルティーマークから10ヤード以上離れた地点にいなければならい。古くから行われていたプレーだが、1982年、アヤックス・アムステルダムのヨハン・クライフトが成功したことで有名になった。近年では2005年に、 アーセナル FC のティエリアンディとロベルピレス。2010年にサンフレッチェ広島の佐藤ヒサトと、牧野智明。2016年に FC バルセロナのリオネルメッシュとレイススアレスが試している。ペナルティーマークにボールを置く選手と、キッカーが別であっても良いが、キッカーは明確に特定されなければならない。2010年、サンフレッチェ広島の牧野智明が、 ボールを置きゴールに対してを向けて、ペナルティーアークの外に出て、他方から走り込んできた佐藤久人がシュートし、得点が認められたが、後日 J リーグは競技規則の適用ミスがあったと認めた。キッカーが特定され、かつ特定されたキッカーではなくその味方競技者が、キックを行った場合、主審はキックを行った競技者を警告した上で、守備側の間接フリーキックでプレーを再開する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。